涌井が見た目をアキラ、もったいない、才能絶賛も、開花を阻む性格、頭が良すぎる。投手に転向して3年目となる23歳のネオについて言及。能力の高さはもちろんすごい。打つのだってすごいし出てきたらファンも盛り上がるし、ネオも何かのきっかけで良くなるんだろうなと思います。頭が良すぎるというのもあるかな。考えすぎてしまうというか、もっとシンプルにやればいいのに、と思う時もありますね。高校時代にも投げていたとはいえ、ネオ選手が本格的にプロのマウンドに挑戦してからまだ日も浅いなのにここまで投げられるのはすごいことだよ。最初から投手で行って欲しかったからこのまま頑張って欲しい。柳小笠原高橋宏に大野と梅津が帰ってきて5枚でその次は入れたらくらいなんかな厳しそうやな。記事見たらしっかりしたイメージがあってやるべきこともわかってるみたいだからそれがうまくいくかどうかだけや。ネオは来年3点台で100イニング食ってもおかしくないんじゃないか。ネオは今年1年丸々先発投手としての鍛錬に費やしたからなフェニックス見てると花開きそうな予感はする。野手の時にホーム初スタメンでプロ初打点、お立ち台だったからホーム初先発、プロ初勝利も見たかった。ネオはやればできる子だから信じてる。ローテーションに入らず、最強の配線処理になってほしい。外野の守備固めやるよりは投手の方がええやろ立浪の唯一の英断だと思うけど。ネオとか打撃絶対無理だし投手にして正解だと思うけどな。ネオは野手のままだったら一軍帯同できたネオをショートに戻してやれよ。入った球団ってほんと大事だな小園藤原はポストシーズンとか若手侍ジャパンで優勝経験したりしたけど、ネオはおもちゃにされて。野手か投手かどっちか一本でやってればよかったのにあっちもこっちもでコロコロ買いまくられて結局中途半端になったまだ中継ぎならギリギリか。今後チームがどうなろうがネオは物にせなあかんと思ってるけど中二ドラやしな。中日のハンカチにだけはならないように頼むでほんま。